日刊スポーツコムをご覧の皆さん、こんにちは。スターダムゼネラルマネージャーの風花です。リングの共に相川優月イズポンです。待望の相川優月デビュー戦まであと2週間となりました。今日は2人で試合の見どころ、大会の見どころを、語っていきたいと思います。まずはシングルマッチ15分一本勝負、バサラ対ヘイリー・ヘイトレッド選手です。そして第2試合目にはスターダムプレゼンツエキシビジョンマッチとして尾藤陽子とスサエリの試合が決まりました。エキシビジョンマッチです。この2人は相川優月先頭に、練習生9人いるんですけども、その中で人前に出してもおかしくな、もう恥ずかしくないという2名になっています。打撃の尾藤とプロレスのスサエリがどんな攻防を繰り広げるのか、私はすごく楽しみです。そうですね、尾藤とスサには、相川優月はライバルとして張り合うような試合をさせたいし、でも仲間としてメインを盛り上げるような試合をしてほしいと思います。そして第3試合、スリーウェイで20分一本勝負、夏木太陽、松本博代、中川智香になります。夏木太陽と松本博代は、若干面識があるよね。そうですね、はい、練習を教えてもらって、はい、まあ、だからこの大会の中では一番なんかちょっと私も注目しているカードなんですけども、でも 3way という難しい試合形式の中で、私たちの先生、練習生の先生夏木太陽がどんな活躍をしてくれるのか、非常に楽しみです。そしてメインには相川優月、そして女子プロレス界ナンバーワンの高橋七重選手が登場します。どうぞ。はい、今女子プロ界ナンバーワンと言われている高橋七重さんに、挑戦した私なんですけれども、今首を痛めまして手がしびれてるとか、足を怪我したりだとか、いろいろもう本当体がボロボロになるまで練習したので、やはりやるからには女子プロ界でナンバーワンにならないと意味がないと思ってますので、ナンバーワンの七重さんをに勝って、ぜひナンバーワンになれるように頑張りたいなと思います。はい、ユズポンキック炸裂させたいです。お願いします。よっ、はい、よっ、お願いします。よっ、よっ、ユズポンキック今非常に注目されているとは思うんですけども、真っ向からぶつかって勝てる相手ではないので、まだ隠してるんですけど、ユズポンキック以外にも一瞬の丸め込みだったりとか関節技も練習しているので、ユズポンキックの他にも、プロレス技、新しいプロレス技にもぜひ注目してください。そして、10月31日ユズポン祭りのスポークスマンとして松本清さんのお孫さんである松和さんがスポークスマンに就任しました。こんにちは。何か、まあ友人としてユズポンをずっと見てきましたけれども、ね、4年ぐらいねやってきましたけど、まあとにかくなんでアイドルが今回
プロレスに転向したのかというのが、まあ、すごい衝撃だ。ただこれはあの本人すごく真剣に、体中にあざ作りながらあのやってますんで、どうかその苦労、ね、これが、今度の31日に、炸裂しますので、どうか皆さん応援してください。よろしくお願いします。松風さんこう見えて帽子を脱いだらかなり光ってますので、あの、はい、心強いスポークスマンでゆずぽん祭り頑張りたいなと思います。じゃあ GM 閉めてください、はい。今までのアイドルがプロレスをやりますというのとは一味違う真剣なプロレスを見せれると思うので、ぜひ皆さん応援来てください。私たち3人でしっかり盛り上げていきたいと思います。それでは10月31日12時30分から新木場ファーストリングで皆さんお待ちしています。